恐怖機動ビグザム。ジオン軍が築いた宇宙要塞ソロモン、その攻略が連邦軍の目的であった。おとりとなったホワイトベースはジオンを撹乱するため月へ向かうコースを取る。その途上、陽動のためサイド6へ入港。そこでアムロはララースンという少女に遭遇する。一羽の白鳥が力尽き湖に落ちるところをララーは痛ましげに見つめていた。あ、すいません、突然。あの鳥のこと好きだったんですか？美しいものが嫌いな人がいるのかしら。あ、いや、あの、僕の聞きたいのはそういうことじゃなくて。綺麗な目をしているのね。不思議な好感からララーに惹かれるアムロ。しかし次にララーと再会した時、そのそばにいたのは宿命のライバル、シャアであった。アムロ・レイです。ん？アムロ・レイ、アムロ・レイ、不思議と知っているような名前だな。そう、知っている。僕はあなたを知っている。私はシャア・アズナフ、ご覧の通り軍人だ。ここは中立サイドだ。敵の士官と会ったからといってそこまで固くなることはない。サイド6を出港したホワイトベースをドズル配下のコンスコン艦隊が襲撃する。この戦いはサイド6でテレビ中継され、シャアとララーもその様子を見ていた。白いモビルスーツが勝つわ。ん？ガンダムは映っていないはずだ。わかる。そのために大佐は私のような女を拾ってくださったんでしょ。ララーは賢いな。そういう言い方嫌いです、大人っぽくって。そうだな、気をつけよう。ララーの言う通り、アムロは12機のリックドムをわずか3分で撃墜し、コンスコン艦隊を壊滅させる。ニュータイプとしてララーと同等かそれ以上の覚醒を見せるアムロに、シャアは深く脅威を覚えるのだった。体制に取り込まれたニュータイプが私の敵となっているのは面白くない。それは私のザビ家打倒を阻むものとなる。その頃、連邦の目標がソロモンであることをジオンもようやく察知していた。ソロモンを守るドズルは援軍を要請するが、ギレンはソロモンに重きを置いていなかった。ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で二三個師団の戦力になる。戦いは数だよ、兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。結局アバーワークやグラナダから十分な援軍が来着することはなかった。ドズルは出撃前に妻ゼナと娘ミネバの元を訪れ、退避カプセルへ避難させる。このソロモンが落ちるものか。万一だ、万一のことを考えてる。ようやくにも手に入れたミネバのためにも負けるかい。おとりの役目を終えたホワイトベースもソロモン攻略戦に参戦する。そこにはジャブローで補充パイロットとして配属されたスレッガーローの姿もあった。スレッガーは自身の無事を思って涙してくれた未来に母の形見の指輪を託して出撃する。お袋の形見の指輪、空でなくしたら大変だ。あんたが預かっといてくれよ。
連邦軍には切り札となる新兵器ソーラシステムの用意があった。数に勝る連邦軍の優位は揺るぎないかに見えた。死にに行くようなもんじゃないか。大丈夫ですよ、カイさん。少しの間耐えればいい。ソーラシステムが使えるまでだ。スレッガー中尉は例の作戦をお願いします。手遅れんだよ。早いよ。周囲の作戦いかんでシステムの出力が変わる。しっかり守れよ、アムロ。そこ。ありがたいことだな。やるな、周囲。これでシステムも 100% パワーだ。こんなところで一人で死ねるかよ。新兵器の威力なのか。何事だ。侵入口を開かれただと。残ったモビルスーツを戻させろ。ソロモンの水際で敵を殲滅する。交代するのか。悔しいな。僕だけこんなんで情けないよ。何言ってるの、本当。あなただって。アムロと僕の何が違うっていうんだ。僕はアムロに勝ちたい。ハヤト、アムロは違うわ。この人は私たちとは違うのよ。ゼナはいるか。ミネバを取る。強い子に育ててくれ。私はザビ家の伝統を作る軍人だ。死にはせん。行け、ミネバと共に。ビグザムの用意はどうか。決戦はこれからである。
主力艦隊に特攻する。各兵は脱出せよ。無駄死にはするな。量産の暁には連邦なぞあっという間に叩いてみせる。化け物だ。化け物？確かめてやる。じゃあどうしますか。くれんなよ、アブの総長。うーん、やだやだ、見てらんないんじゃないの。ガンダムじゃしっかり面倒見てよ。てやっ、悲しいけどこれ戦争なのよね。下か、対空防御。まだまだ。ソロモンが落ちると、道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやる。どこだ。何だ、たかが一機のモビルスーツ、このビグザムはやらせるか。やらせませんぞ、貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。俺がいる限りはやらせはせんぞ。な、何者なんだ。なんだ。ソロモン陥落、地球連邦軍はジオン本国侵攻へ向けて大きな足がかりを得た。しかしそのために払った代償にホワイトベースは深い悲しみに包まれていた。誰だって死ぬんだよ。ソロモン失冠と弟ドズルの死にも疑念は動じず、連邦軍との決戦準備を進める。その姿に皇后デギンは沿線感を強めていた。